I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. うわ、本当に怪現象が起きてるさ。通って大丈夫なのか、ここは。安心し、前にも通った道。アンさんが先頭や。他は闇上がりやさかい。ほな、一般人はおとなしくついてきなはれ。ああ誰が一般人だ、こら。警察官だぞ、警察官。ま、そうでしたかいな。デコスプ。ちょうどだってね。表出ろ、こら。邪魔はそのくらいにしろ。ち、てめえとは。は、声面書くのはどちらでし。ああいうのが女子力がないっていうのかな。よく観察して反面教師にしよっと。いや、お前はもう手遅れだと思うぜ。ほとんど中身お嬢だろうな。
さあ、行こう。僕たちかなわない。防衛隊員がうじゃうじゃ言い上がるな。気ぃつけなはれ。相手は国家権力ってねえ。私には舐めた態度。騒ぐな、見つかるぞ。どうするつもりだ。任せな、又吉さん。お願いします。いいな、お前らの手まで借りちまってよ。何言ってるんですか。俺たちだって又吉さんには世話になってるんです。伝説のマタギデカのお呼びとあらばいつでも参上しますよ。へへ、ありがとうよ。なんだお前たちは。おう、現時刻をもってここは俺たちの管轄になった。すまねえが、じっとどいてもらえるかい。そんな話は聞いていない。どこの部署だ。俺かい。俺は警視庁刑事部電脳犯罪捜査課第一強行犯特別分署の又吉五郎ってもんだ。通称新宿又吉デカ、覚えとけ。電脳犯罪捜査また吉。貴様、令状もなくこんなことをすればどうなるかは。ごちゃごちゃ抜かしてんじゃねえ。東京は今大変なことになっているのが、お前らにはそれを何とかするためにな、俺の大事なガキどもがあっちでもこっちでも命かけよう。それに助立の一つもできねえで何が刑事だ、何が大人だ。邪魔する奴は容赦しねえ。行くぞ。おお、始まったみてえだな。またよさん、すいません。気にすんな。またよさん言ってたぜ、退職前に花咲かせられるのは本望だってな。何もかも終わったらまたよさん囲んで飲みに行こうぜ。さあ
な。上で騒動が起きている。人を集めろ。ここは任せたぞ。はっ。やれやれ、災難だぜ。妙な化け物が出ないといいな。やっ。あっ。あっ。誰が化け物だ。誰が燃えたいだろうが何だろうが逮捕すんぞ。俺本職の防衛隊員を一撃で十分化け物。マシンは確保したぜ。早く始めちまいな。なんだこれ、どうなってんだ。そう簡単にハッキングできるとは思うて。これは手こずるな。おいかなり複雑なプログラミングしてるぜ。こりゃ一つのマシンから複数人を送り込まなきゃいけねえし、やってやれねえことはないが、ちょっと。おい、誰か来るぞ。あいつらはエデンのハッカーたちや。ウェイさん、水臭いですよ。こんな面白そう。そうっすよ。ダメになるかならないからな。俺たちだって協力しますね。聞いたぜ、これから噂の化け物ぶっ壊しに行くんだろ。ザクソンやフーディエにだけいいか壊す。アン様、どう。集めたって。ザクソンやデモンズはともかく、よくよそのチームまでこれだけ揃える。綺麗な時にとった気が付かったかな。いろんなチームへの連絡先は把握して、それにエデンの危機だって話したらみんな自然と集まってくれたんだ。フーディエには大事な商売相手を潰された。さよう、エデンは拙者たちの大事なか。現実で居場所のなかった俺たちは、エデンがあったからこそ繋がれた。それぞれいざこざはあっただろうし、目的は違うだろうけど、呼びかければきっと来てくれると思ったんだ。へえ、やるじゃん。こりゃひょっとして強力なライバル出現かなあ、フィン。今俺がお前にしてやれる精一杯。これ今度は本当の意味で。手伝わせていいかって俺たちに言われてもな。どうするよ、ユージ。好きにしろ。お前がリーダーだ。よかったね、ユウと仲直りできて。え、ユウにあれを。ん、改めてよろしくね。私、実はね、私ヴァンガード。はぁ、
私の夢はね、立派なハッカーデジモンになることなんだよ。だから君の夢だった。エデンを守るレジェンドハッカーヴァンガードには私がなってあげるね。なんだよこいつ。ゆか、なんでよりによってそれ。違う、あれはその…じゃあ、全部…いや、確かにおかげだった部分もあるけど…よかった。じゃあ私、立派なヴァンガードになるね。そう、頼むからこいつ止めてくれ。そんな綺麗な目で言われると…お前、これ…あ、なんだありゃ。ほっとけ。アンさんが何でもええから手伝うなら早う手伝い。これで、なんとか3人分のログイン経路は確保できた。ああ、坂井、ここは俺たちが行かせてもらう。俺と千歳。そうはいかへん。あっちにだって、優子派がいないやけに言いたいところですが、譲るつもりがないのは、アンさんがめちゃない。ここはわっちが気に引き抜く。谷城の方も人任せにはできへんしな。悪いな。心配すんなよ。必ずイーターを排除してエデンを元通りにしてくっからさ。そのことだ。リュウジ、ここの警備は心配すんな。お前らが戻ってくるまで私と又吉。ああ、ね、気にすんな。それより、お、出ないと。スケさん、今の大胆な逆プロポーズ的な、永遠に添い遂げちゃう的な。お、ち、違う、バカ。あ、すまん、よく言った。あー、やめろ。もう私が言いたかったのは。どうだかな。実は思っていたことがうっかりポロリみたいな。俺は戻ってきたら鉄拳制裁だ。覚悟しやがれ。これはとにかく又吉さんが体を張ってお前らに道をつなげたんだ。無駄にしたら承知しねえぞ。ああ、ログインマシンの管理は俺たちに任せてくれ。発汗工事だから調整をしておかないと。あれから考えてたんだ。お前にとって一番の道は、いや、こいつらに出会ってから。お前でも憧れるだけじゃなくて、だから必ず無事に戻ってこいよ。みんながいてくれてよかったね。どうする？すぐにログインするの？そうしたいところだ。中はおそらくイーターの巣窟だ。俺たちが知っているエデンとは全く違う世界になっているの。準備に時間をかけて損はねえってわけだね。やるべきことは先に済ませておこうぜ。
するなよ。
断するな。このまま押し切れ。さあ、行こう。一丁もんでやりますか。せい。油断するな。このまま押し切れ。アック開始だ。このまま押し切れ。アック開始だ。アック開始だ。
ハック開始だ。みんなのおかげだよ。It's my hacking vision. Hey, お疲れさん。油断するなよ。上出来だ。
なんか変な感じだよな。俺たちがこんな大ごとに巻き込まれるなんて。そんな大したもんじゃねえ。この世界のどこかに世界そのものを救いに行っているんだが、どれだけ小さくったって、俺たちには俺たちの譲れねえ喧嘩がある。エリカを奪いやがった落とし前はきっちりつけさせてもらうぜ。なのね。ああ、その通りだ。時間だ、やろうぜ。デジモンたちは、どうなる？みんないいターに。なんだってエデンがこんなことに。イーターが現れたのは、今に始まったことじゃねえだろ。多分、イーターも進化しているんだよ。スウェドアビミの論文によれば、イーターには取り込んだデータを吸収して分解し、自分の形態を作り変える性質があるらしいよ。対象を捕食することで自らを書き換え、新たなる生命として生まれ変わる。でも、普段は何らかの理由で、その進化のレベルが抑制されているみたいなの。多分、集積装置としての役割を全うするため、とか、そんな理由で。エリカが改造を施したことにより、母体と切り離されたイーターレギオンは、進化レベルのリミッターがコントロールできなくなり、暴走してしまった。このまま行くと、あのイーターはエデンの全てを吸収し、とんでもない化け物に生まれ変わってしまう。そうなったら、イーターの習熟は、現実世界を広がってしまうかもしれないよ。お嬢のことは抜きにしても、こっちはこっちで十分危機的状況ってわけだ。急ぐぞ。侵食が進む前に、イーターレギオンを叩く。一丁揉んでやりますか。Bye.
らえ。さあ、行こう。僕たち、叶わない。さあ、行こう。ダメだ、一旦行こう。そうか、きっとエーデンの新しい石。ああ
開始だ。アック開始だ。
ック開始だ。油断するな。このまま押し切れ。こんなところで足止めを食らっているわけにはいかない。進むぞ。でもよ、これだけ崩壊が進むとは、自分たちがどこにいるかも全然、今までの URL も全然役に立たねえし。エリカ、あれはエリカの記憶の残影だよ。エリカの記憶サーバーから漏れ出した。エリカの記憶の疑似エリカが呼んでる。呼んでるか。それならさっわかってたけど、ヤッコさん。まずいよ。あいつ、記憶サーバーを侵食するつもりみたい。このままじゃエリカの記憶が。クソ、どうするよ。決まっている。やることは一つ。ネット空間で権限を奪い、私有し、必要なものを手に入れる。それが俺たちハッカーだ。どれだけイーターが力を増そうが、ここは電脳空間。俺たちの敵じゃねえ。なるほどな。いつもの仕事と。ハッキング対象はお嬢の記憶サーバー。ダッシュ目標は我らが眠れるお姫様ってか。行けよ。俺たちがイーターの侵食を抑えている隙に、お前とワームモンでお嬢を助け出してこい。エリカを頼むぜ、リーダー。おうよ、タッグ開始だ。
へえ、新人を連れてくるって珍しいな。どんなやつなんだそいつ。ただの素人のガキさ。だが、そういったお兄ちゃんはチームを作ってからようやくお兄ちゃんが笑ってくれた。顔も知らない子、きっとその子がお兄ちゃんのそばにいてくれる。千歳と一緒に、私の代わりに。あなたは自分が一体どこにいると思う？リアル？で、それとも、もうどこにもいないのかしら？あの時、私は答えられなかった。私は、どこにいるんだろう。データ化した記憶、それとも、エデンが亡くなったら、私はもう、いなくなってしまうの。肉体が死んだら、エデンで私は、私でいられるの。怖くなった時、私はいつも、フーディエのこと、お兄ちゃん、千歳、ワームも、彼、みんなのことを考える時は、私はいつも、確かにそこにいた。私が、私を実感できる場所。そこさえ残れば、いつか私がいなくなっても、私は私でいられる。だから、だから。もういい。見つけた。急げ。侵食や速度を増せる。なんとか抑えるが、時間ねえぞ。力を貸してくれ。
じゃ押し切れないの。このままじゃ。くそ、俺たちさえそっちに行ければ。もういい。もうやめ。エリコ？リーダーの侵食は、もう止められない。お兄ちゃんたちを連れてね。私の体は、もう完全に、イーターに取り込まれてしまっている。イーターを倒したところで。あ、俺たち、間に合わなかった。だから戻って。イーターの侵食が、外の世界に広がることだけは、私が何とか防ぐから。たとえこのまま、消えてしまうとしても、イーターを外へは出さない。嘘だよ。ワン。ヘリカはそんなこと望んでないはず。死にたくない。消えたくないって思ったから。だから私はエリカ。エリカは私。私の願いは、エリカは、本当は誰よりもフーニエに帰りたいはずだよ。やりたいことも。見てみたいこともまだいっぱいあるはずだよ。一緒にデジタルワールドにも行こう。行って冒険しよう。リュウジや千歳や私たち無敵のコーディーだもん。きっとデジタルワールドでも。聞こえたぜ。また壮大な夢持ってたんだな。お嬢はどうするよ。こうもね、エリカ、お前に詫びを入れさせてくれ。だが、口先だけの謝罪なんかじゃけじめに。だから、これからは、お前のどんな、帰ってこい、エリカ！どんなデジタルワールドだろうが何だろうが、どこへだって連れて行ってやる！マジかよ。簡単でも、デジタルワールドで無敵のハッカーチームか。俺たちらしくっていいかもな。俺も賛成だぜ、お嬢。お前は。みんな。私も、行きたい。エリカ！私はグルディアン。エリカのワームの新しい姿。詳しい説明はあるのか。今はあいつの。絶対に負けられない。ゼロ！Thank you.
さようなら、私。通信が途切れてしばらく経つぜ。どうなったんだ？
だな。ちょっと、つうか、かなり驚きな合流の仕方だけど、これで細かいことはいい子なしだな。待ってたぜ、お嬢。心配かけすぎだっつ。ああ、どんな形であれ、よく戻った。うん、ただいま。なんだ。イーターがお嬢のサーバーに集まってる。レギオンを倒したのにエレン。は？イーターレギオンは膨大な基地。そしてイーターで彼らはジアの統一を求めて、イーターたちは核の代わり。別の何か。おい、なら止めた方がいいんじゃねえのか。ダメ。もう間に合わない。今さらそんなこと聞くなよ、お嬢。俺たちはけじめをつけるって、それだけの理由でここに来たんだぜ。これがエゴじゃなくてなんだっつうんだよ。その通りだ。言っただろ。どんなわがままでも聞いてやる。君はどうした。Thank you.
へ。私に任せて。リーダー、ごめんね。私のせいであなたまで苦しめてしまって。でも、もう終わりにしよう。すぐにあなたを返してあげる。
よ。
これは？おい、周り見てみろよ。エデンが元に戻ってる。よっしゃ、やったんだな俺たち。これでフィーディーに。まあお嬢はデジモンになっちまったけど、なんとかなるいいよね。今ならお嬢だって現実世界に来られるわけだし、俺たち揃ってフーディーに帰るんだよな。エリカ、なんだ。世界の改変が始まるの。改変？私はエリカ、インターネットワークの中である戦いを見たの。遠い場所で選ばれし者たちによって世界が救われ、判定が下された。彼らの戦いの結果、世界は書き換えられる。デジモンと人間が出会わなかった世界へ。は？なんだよそれ。つまり俺たちは。わからない。でも多分私は人間にそういう奇跡がこれから世界中に降り注ぐの。本当か。やったな。それじゃ改変とやらは大歓迎じゃねえかな。でも変わらないものもある。エリカが病気や何らかの原因で死を迎える未来はきっと変わらない。あ、エリカはまたそういう役回りなんだよ。この世界は不平等で、だからこそ奇跡の私は選ばなくちゃいけない。今すぐに世界の改変にエリカが乗り込む。エリカ、何を言っている。助けに来てくれて嬉しかった。私の姿は私たちだけが起こした奇跡。それからさよなら。エリカ、みんな大好きだよ。最後の言葉聞こえたかな。聞こえたよ、きっと。もう素直にさよならできないの君。言ったでしょ、世界は改変されたんだよ。君は私にくっついて次元の狭間に来ちゃったから、一時的に免れているだけ。スエドは明美から話を聞いていたからわかるでしょ。これはでも改変の境目である今だからこそできることもある。私はこのままフーディエモンとしてデジタル。ワームモンはエリカの記憶を受け継いだことで、エリカのワームモンとエリカが一つになった姿、それが私。私はデジモンとして生きていく。だからフーディーには帰らない。もう決めたの。
私だって帰りたい。みんなとずっと一緒にいたいよ。お兄ちゃんがいて、千歳がいて、そして君のいるフーディエに帰りたい。でも現実世界に帰っても私はもう長くは生きられない。そしたらまたお兄ちゃんにみんなに重荷を背負わせることになってしまう。ごめんね、もう私のことで誰も苦しませたくない。それに何より私はこの姿を記憶。フーディエモンが生まれたのはエリカと私だけが願ったからじゃない。リュウジ、お兄ちゃんや千歳、そして君という別の存在がエリカの可能性。一人の人間と一体のデジモン、そしてエデンネットワーク。私は世界の記憶でも改変に従って人間に戻ったらきっと何もかも忘れてしまう。辛いことも私は忘れたくない。この姿をなくしたくないよ。みんなが起こしてくれた奇跡を一時の幻で終わらせたくない。もう決められた運命の中に従わない。だから生まれ変わるの。みんなと過ごしたこのメモリーを抱えたまま、そしてデジタルワールドでまだ見たことのないたくさんのものを見て冒険して、知らないことをたくさん知る。今ならそれができる。今しかできないの。だからだから見届けてくれる。足りない？何が？時間だね。お兄ちゃんと千歳をよろしくね。さよならはしないよ。世界が変わってもデジタルワールドと君たちの世界は。きっとまた会える。私たちの世界。次元の狭間を流れていく中で、僕は改変されていく世界を見た。
エリカが言った通り、そこはデジモンたちのいない世界。エデンという電脳世界もまだ誕生せず、ローカルなネットだけで人々が生きていた世界。僕たちの冒険が、一つ一つ、なぜ、誰が、どんな決断でこんなことをしたのか、僕たちはただ、これまで通り、その大きな流れに従うだけなんだ。でも、その光景を見つめながら、僕は心に誓った。決して忘れないと。エリカのように、あがいてみせると、僕たちが戦った記憶を、すれ違い、もがいて、積み上げてきたものを手放したりし、エリカがした選択。エリカの新しい姿を、最後の、あの笑顔を、覚えていてみせる。絶対に。就職決まったってよ。なんとあの神城の技術部門だぜ。親父さんたちにはもう電話したのか。ああ、二人とも喜んでいた。今までいろいろ迷惑かけてきたからな。
これでようやく恩返しができる。一人息子が一流企業に就職したんだ。親父さんもおふくろさんも喜ぶに決まってんだろ。よし、今日はリュウジの就職祝いだ。全員で焼肉食いに行こうぜ。お前も行くだろ、ユウ。行こうかな、リーダーのおごりなら。なんで祝われる俺がおごるんだ。お前が払え、全額だ。ひれ、高校生に逆らないでもらえる。なあ、お前もレジェンドの金で肉食いたいよな。おい、何してんだ？置いてっちまう。ああ、また肉か。俺寿司が良かったな。付け合わせの芋でも食ってろ。ああ、もう、お前らさ、めでたい日くらい喧嘩すんなっての。